現場の防水を僕自ら行ってきました。下に苔がすごかったので、苔をしっかり洗浄させてもらって、まあ、ちょうど1週間ぐらいですかね。で、施工も完了することができました。中山コーティングの塗装ブログ。皆さんこんにちは、中山コーティングのゆうちです。今回はですね、阿南市の方でちょっとした平屋といいますかですね、ちょっと古めのお家ですとお風呂場とかがですね、本宅についてなくて別の場所にあったりとかするお家とかって結構最近ではあんまりないんですけれども、そのお風呂場にですね、雨漏りがしてきたということでですね、そちらのですね屋上といいますかスラブですね、まあ天場の防水を僕自ら、行ってきましたので、そちらのですね、お写真等をご覧いただければと思います。まずこちらですね、はじめはですねこういった温水器が、乗っていたんですけれども、まずこの温水器をですね、バラバラに分解してしまって、こちらの方は産業廃棄物として処分させていただきます。この温水器だけの処分ですと運んだりするのとか、あとはそこの解体でですねちょっと時間かかったりするので、まあその分の人件費は別途でかかるんですけれども、平場のところなので、まあ普通に若いパワフルなお父さんなんかはですねご自身で解体とかもできると思うんで、まあそういうのやっといてもらったら、あとは僕ら処分しに行くだけなんで、まあちょっと処分費をあんまりかけたくない方はですね、ご自身でちょっと解体して軽トラに乗るぐらいまでしてもらったらですね、解体費かなり少なくできるかなとは思うんですけれども、まあ大体処分にかかる費用としては、まあ、1万円もあれば処分できます。で、まず温水器の撤去をしたらですね、下に苔がすごかったので、苔をしっかり洗浄させてもらって、まあそれも苔も本当に多くてですね、であとはですね、まあ、洗浄を行うと周りに飛び散っちゃうんですけれども、今回の建物の場合はその飛び散ってしまう水をですね防ぐ術がないので、もう洗浄を行う前にですねしっかりとですね前もって苔やその防水箇所にあるゴミをあらかじめ取り除いて綺麗にした状態から、洗浄の方をスタートさせていただきました。そして洗浄を行ったらですね、まあそこそこ綺麗になりまして、で、いよいよ塗り出せるという状態ですね。で、まずですね、1層目をですね、まあ、カチオンとかって呼んだりします。下地処理を行っていきます。セメントのようなものをですね、塗れるようなんです。粘度がかなり高いので、結構粘度を低めてですね、もうほんと塗料と同じぐらいですね、しゃぶしゃぶにして、アンダーテックスというものなんですけれども、そちらの下地処理剤を使って、まず下地処理を行わせていただきます。まあ、役割としては細めのクラック、まあ、ヘアクラックなどを埋めたりとかですね、あとはですね、まあ、塗料がですね、まあ、しっかりと密着するようにっていうような効果もあります。で、その下地処理を行った上に、下塗りとしてですねプライマーですね、屋根とか外壁を塗ったりする時も同じなんですけれども、この後ウレタンを流していくので、ウレタンとの密着性を上げたりする役割を持っています。で、下塗りを流してから今度はようやくいよいよウレタン1層目ですね、ウレタンは合計で2層ですね。1回流すことを1層で、2回目を2層ですね、1層2層と呼んだりします。なのでウレタン1層目をまず流して、で、そしたらですね、まあ大方形になってきたように見えてきたと思うんですけれども、次にウレタン2層目ですね。これで、もう2回、このウレタン防水の塗料はですね、普通に外壁とか屋根に塗る塗料と違ってですね、かなり厚みがつきますので、これをですね2回も流すもんなので、もうかなり表面はもうつるっとしてましてですね、もともとは痛みもあってボコボコだった防水の部分もですね、今もうウレタン2層いくことによってそのボコボコがかなり埋まってなだらかになって、もうつるっとしている状態です。そして最後にトップコートですね、ウレタン層がですね表面に出ていると弱いので、紫外線や酸性油を直で受けると、まあ劣化が急激に進んでしまうということでですね、そのウレタン層をさらに守るために一番最後にはトップコートでですね塗装を行いました。ちょっと前にお話ししたんですけれども、まあ、ウレタンでも2種類のやり方があるんですけれども、普通のウレタンで、ウレタン密着工法、ウレタン通気干渉工法っていう2種類のうちの今回やったのはウレタン密着工法の方ですね。塗装だけで完結させてしまう防水層となっております。今回はですね、阿南市の方でですね、まあ平米自体はそんなには大きくなくてですね、16平米ぐらいだったので、そんなにはですね、時間もかからずにですね、まあ、半日をちょこちょこと行ってきたような感じなんですけれども、なんで逆に僕も結構時間作りやすかった部分はあるんですけれども、まあそういった形でですね、ちっちゃいようなところだったら合間見つけて塗装もですねできますし、まあ今回はですね天気も安定してたので、ちょうど1週間ぐらいですかね、で施工も完了することができました。まあね、普通に大きなお家の塗装じゃなくてですね、そういったまあちょこっとしたね雨漏りとか
防水部分でですね、お悩みの方はですね、中山コーティングの方に問い合わせくださればですね、私ないし、他のね、担当の者が見に行かせていただいて、もしかしたら施工には誘致がお伺いするかもしれないので、その際はぜひよろしくお願いいたします。はい、ということでですね、春真っ只中なので、ただいま本当に今塗装をですね、やりやすいって思われてる方が多いっていうのもあってですね、問い合わせやですね、着工もかなり多いのでですね、この際外壁や屋根の塗装なんかもですね、皆さんお考えいただければと思います。でですね、まあちょっとこの場をお借りして、一つまたですね、お知らせのようなものを行わせていただこうと思うんですけれども、毎年恒例のですね、リフォームの助成金というものが、あるんですけれども、徳島市のお住まいの方は徳島市のリフォーム助成金、阿南市のお住まいの方は阿南市のリフォームの助成金が使えるんですけれども、例年のごときですね、阿南市も徳島市もですね、リフォームの助成金ですね、市の方から発表されております。徳島市の方はちょっと条件があったりとかですね、ややこしい部分もあるので、まあそういったこともですね、去年を経験してですね、弊社の方もですね、どういった様式でやっていくのかなどもですね、かなり、詳しく分かっているので、そういったこともですね、聞いてみたいっていう方なんかもですね、ぜひ中山コーティングの方に問い合わせいただければと思います。徳島市はマックス10万、阿南市はマックス15万、徳島市も阿南市もどちらも抽選ですね。で、まあ、去年はですね、ちょっと特例なのかもしれないんですけれども、まあ、その徳島市のリフォーム助成金が埋まらなくて途中から先着になったということもあるので、まあ、それはつどつど変更していく可能性がありますので、今の段階では何とも言えないんですけれども、まあ、現段階では徳島市も阿南市もですね、抽選があって、で当たったらですね、補助を受けれるということなので、皆さんもですね、ぜひこちらの方を参考にしていただければよろしいかと思います。ということでですね、今回は防水の作業に阿南市にですね、行ってきましたというお話とですね、リフォームの助成金のお話をさせていただきました。ではまた来週お会いしましょう。バイバイ。